アレクサンドリア図書館は、プトレマイオス朝時代からローマ帝国時代にかけ、エジプトのアレクサンドリアに設置されていた図書館である。古典古代世界における最大かつ最も重要な古典古代の図書館であり、ヘレニズム時代の学問において中心的な役割を果たした。図書館自体は、無声音と呼ばれる文芸を司る9人の女神武サに捧げられた。 大きな研究機関の一部であった。アレクサンドリアに普遍的な図書館を置く着想は、おそらく、ファレロンのデメトリオスの提案による。デメトリオスは、アテナイ人の亡命政治家で、プトレマイオス一世時代に、アレクサンドリアに暮らしていた。おそらく図書館の建設自体は、プトレマイオス一世の下で計画されたが、 実際の建設は、息子のプトレマイオス2世紀の治世に始められたと考えられている。プトレマイオス町の王たちの強引かつ出費を惜しまない収集により、速やかに膨大な数のパピルス文書が収集された。それらがどのくらいの量なのか、いつ頃まで保管されていたのかは分かっていない。その規模の推計は4万巻から40万巻までの範囲に及び、 50万巻もしくは70万巻という伝承もしばしば用いられる。アレクサンドリアは古典古代において知識と学習の中心とみなされるようになったが、それには大図書館の存在が一役買っている。全3世紀と全2世紀の間、多くの重要な影響力のある学者たちがこの図書館で研究した。そうした多数の学者の中には、 ホメロスの女子詩の標準版となる工程を行った、エフェソスのゼノドトス、世界初の図書目録とも考えられる、ピナケスを書いた、カリマコス、女子詩、アルゴナウティカを書いた、ロドスのアポロニオス、地球の円周を数百キロメートル程度の誤差で計算した、キュレネのエラトステネス、キリシア語の発音記号体系を開発し、詩の文章を初めて行ごとに分割した、ビュザンティオンのアリストファネス、 そして広範な仲介とともに、ホメロスの女子史の決定的な版を作成したサモトラ家のアリスタルコスなどがいる。プトレマイオス2世紀の治世中、この図書館の姉妹館がセラペウムに建設された。これは、ギリシアとエジプトの集合神セラピスの神殿である。この図書館が焼かれて破壊されたという物語は広く知られているが、実際にはこの図書館は、数世紀の間に徐々に、 衰退の道をたどった。この衰退は、プトレマイオス発生治世中の全145年の知識人たちの追放と共に始まった。この時の追放の結果、図書館長であったサモトラ家のアリスタルコスは職を辞し、キプロス島へ亡命した。ディオニュシオストラクスとアテナイのアポロドロスを含む他の多くの学者たちは別の都市へ逃亡し、その地で抗議と指導を続けた。 この図書館は、ローマの内戦中の全48年に、ユリウスカイサルが放った日によって意図せず消失した。しかし、この時の図書館の正確な破壊の程度は不明であり、図書館自体は残存したか、あるいはすぐに再建されたとみられる。地理学者ストラボンは、全20年頃にアレクサンドリアの無声音を訪れたと述べているほか、この時代のディドモスカルケンテロスの驚異的な、 著作活動は少なくとも彼がこの図書館の資料の一部を参照できたことを示している。この図書館は財政的支援の欠如のためローマ時代の間に縮小した。図書館の会員としての学者の雇用は西暦260年までに終焉を迎えたとみられる。また270年から275年の間にアレクサンドリア市では反乱が発生したため、 仮にこの図書館が当時にまだ存在していたとしても、館内に残されていたものは何であれ破壊されたものと思われるが、本館の破壊後もセラペウムの姉妹館にはまだ収蔵品が残っていた可能性がある。セラペウムは391年にコプト派キリスト教のアレクサンドリア司教アレクサンドリアのテオフィロスが発した布告のもと略奪と破壊にさらされた。しかし、この時には、 書籍は保管されていなかったとみられ、この図書館は、主にカルキスのヤンブリコスの教えに従う、シンプラトン主義の哲学者たちの集会場として、使用されていた。ヘルニズム様式で作られた、プトレマイオス一世の共像、前3世紀。ルーブル美術館修造。古代ギリシア時代のアレクサンドロス三世共像の、ローマ時代のコピー。オリジナルは、前3世紀。 NY カールスバーググリプトテック修造。アレクサンドリア図書館は、この種の図書館の初めての例ではない。ギリシアと中東では、図書館の長い伝統が存在していた。最初期の文書保管書は、全3400年頃、シュメールの都市国家ウルクから記録に残されている。これは、文字の発明から間もない時期である。文学作品の学術的収集は、 全2500年頃始まった。後の古代オリエントの王国や帝国は文書収集の長い伝統を持っていた。古代ヒッタイトとアッシリアは様々な言語で書かれた巨大な保管書を保有していた。オリエントにおける最も有名な図書館はニネベにあったアッシュールバニパルの図書館であり、全7世紀にアッシリアをアッシュールバニパルによって設立された。 ネブカドネザル2世1世中のバビロンにも巨大な図書館が存在した。ギリシアではアテナイの選手ペーシストラトスが初めて公共図書館を全6世紀に設立したと言われている。ギリシアとオリエント双方の図書収集の伝統の混合からアレクサンドリア図書館の着想は生まれた。オリエントの統治者としてのアレクサンドロス3世の遺産を相続したマケドニア人の王たちは ヘレニズム文化と学問を基地の世界全体に導入しようとしていた。歴史学者ロイ・マクラウドはこれを文化帝国主義の計画と呼んでいる。マケドニア人の統治者たちは従ってギリシアとオリエントの遥か古代の王国から得た情報を収集し組み合わせることに関心を持っていた。図書館は都市の名声を高め学者たちを引きつけ、 各王国が支配と統治を行う上での問題に実際的な補助を提供した。このような理由から最終的にすべての主要なヘレニズム的都市の中心部には王立図書館が設置された。アレクサンドリア図書館はしかし、プトレマイオス朝の王たちの野心によって前代未聞の規模となった。同時代や前代の統治者とは違い、プトレマイオス王家の人々は あらゆる知識の貯蔵庫を作ろうとした。パピルスのウィラで発掘されたプトレマイオス2世の胸像。アレクサンドリア図書館の計画自体は父プトレマイオス1世によると考えられるが、プトレマイオス2世はアレクサンドリア図書館を実現したと考えられている。アレクサンドリア図書館は古典古代世界の図書館の中で最大規模かつ最重要のものの一つであったが、 その創建について伝わっていることは、歴史と伝説の混合物であり、同時代資料は皆無である。図書館時代の創建者は現存する資料から、プトレマイオス一世である可能性と、プトレマイオス二世である可能性がある。アレクサンドリア図書館に言及する、最も古い資料は、旧約議典のアリステアスの手紙で、これはエルサレムに派遣された施設。 アリステアスが兄弟に書き送った手紙という体裁を取るユダヤ語教論的文書である。この中でアリストテレスの弟子ファレロンのデメトリオスがプトレマイオス2世によって図書館のための文書収集を命じられたとされている。この伝承は後のユダヤ教の著作家によって踏襲されているが明白に前2世紀以降に作られた偽造文書でありユダヤ教的順職と 同時代の事項に関する数多くの誤りが含まれていてその資料的価値は極めて低い。ファレロンのデメトリオスはアテナイからプトレマイオス一世のもとに亡命していた人物であり、実際にはプトレマイオス二世の知性には追放の浮き目にあっている。一方でプトレマイオス一世がアレクサンドリア図書館を建設したと明白に語る文書は 後2世紀ののを入れなないい証言しかない古代においてこの見解を採用する学者は極めて少なかった。現代の学者たちの多くは、プトレマイオス2世による創建という説を採用しているが、同時にプトレマイオス1世は図書館建設の下地を作った可能性があるともしている。アレクサンドリア図書館はおそらくプトレマイオス2世の知性までは組織として、 物理的には存在しなかったであろう。その時までに、ファレロンのデメトリオスは、プトレマイオス朝の宮廷からの恩寵を失っており、したがって彼は組織としてのアレクサンドリア図書館を設立するにあたって、いかなる役割も持ってはいなかった。しかしながら、ステファン・ブイトレーシーは、デメトリオスが後に、アレクサンドリア図書館の収集物となるであろう。 最初期の文書の少なくとも一部を収集することに重要な役割を果たした可能性は高いと主張している。全295年頃、またはその前後の時代、デメトリオスはアリストテレスとテオフラストスの初期の著作を入手したかもしれない。彼は商用学派において権威ある人物であったため、これらの収集を独特の立ち位置で行うことができたであろう。 アレクサンドリア図書館は無声音の一部としてブルケー音に建てられた。その主な目的はエジプトの富を誇示することであり、学術研究はより優先度の低い目標であったが、研究成果はエジプトの統治に役立てられた。アレクサンドリア図書館の正確な設計は分かっていないが、古代の資料はアレクサンドリア図書館についてパピルスの巻物の蔵書、 ギリシア式の列中、ペリパトス、教養食堂に使用される部屋、読書室、会議室、庭園、行道などを備えると描写しており、これらは現代の大学キャンパスの原型となっている。ホールにはビブリオテ会として知られるパピルス文書の蔵書のための棚があった。ビブリオテ会の上には、魂を治癒せし場所という文章が刻まれていたと一般的に描写されている。 古代のアレクサンドリアの地図。無声音は、都市の中央部、大海岸のそばの王宮、ブルケオンにあるプトレマイオス町の統治者たちは、あらゆる知識をアレクサンドリア図書館に収集しようとし、図書館の増書を拡大するために、強引かつ、金の糸目をつけない、書籍購入を行った。王たちは大金を持たせた使者を派遣し、あらゆる主題と、 あらゆる著者の可能な限り多くの文章を購入し、収集することを命じた。古い写本は希少化しており、また、著者の書いたオリジナルの形をより留めていると考えられたため、より古い写本が新しいものよりも好まれていた。この収集活動においては、ロドスとアテナイの書籍の見本誌への旅行も行われた。ギリシア人の医療作家ガレノスによれば、プトレマイオス3世の命令のもと、 アレクサンドリアに入港した船から発見された本は図書館に運び込まれ公的な書記によって複写された。そしてオリジナルの文書は図書館に収容され写本の方を返却した。ホメロスの女子誌の写本の入手にはとりわけ力が入れられていた。ホメロスはギリシア語教育の基礎であり他の作者による詩よりも上位に置かれていた。このためにアレクサンドリア図書館では これらの詩の異なる写本を数多く入手し、それぞれの写本にで元を示すラベルを取り付けていた。古くからの作品の収集に加え、図書館を内包した無声音は、各国から来た数多くの学者、詩人、哲学者、研究者たちの拠点となった。全一世紀のギリシア人地理学者ストラボンによれば、彼らには多額の給金、無料の食事と宿泊設備、 免税権が与えられていた。高いドーム天井のある円形のダイニングホールがあり、彼らは共同で食事をとった。また、数多くの教室があり、そこで、学者たちは少なくともたまには学生に教育を施す、ことが期待された。プトレマイオス2世は、動物学に強い関心を持っていたと言われており、そのため無声音には、外国から集めた獣のための動物園さえあった、可能性もある。 古典学者、ライオネルカッソンによれば、この着想は、もし学者たちが日常生活のすべての負担から完全に自由であれば、彼らは研究と知的探求により多くの時間を費やすことが可能であろうというものであった。ストラボンはこの無声音に住む学者たちをシグマニュー、デルタと呼んだ。早くも、全283年には、彼らは30人から50人を数えたかもしれない。 アレクサンドリア図書館は特定の哲学学校と関係しておらず、そこで学ぶ学者たちには相当な学術的自由があった。彼らはしかし、王の権威には侵入していた。プトレマイオス2世が姉妹のアルシノエ2世と結婚したことをからかう下品な風刺を書いたソタデスという名前の詩人について伝わる、おそらくは疑わしい物語がある。プトレマイオス2世は、 ソタデスを投獄し、彼が逃亡した後には彼を鉛の瓶に閉じ込め、海に捨てたという。宗教的中心としての無声音は、エピスタティスとして知られるミューズの神官によって差配された。この神官は、各地のエジプトの神殿を経営していた神官と、同じように王によって任命されていた。アレクサンドリア図書館それ自体は、図書館長を務める学者によって差配され、 その人物は同様に王子の家庭教師も務めた。記録に残る初代の図書館長はエフェソスのゼノドトスである。ゼノドトスの主たる研究はホメロスの女子史と初期のギリシア女上史の皇帝に捧げられた。彼について知られていることの大部分は特定の文節について彼が推奨する読み方に言及する構成の注釈から得られるものである。 ゼノドトスはアルファベット順に整理された記号と非常用的な単語の語彙集を作成し整理法としてアルファベット順を採用した最初の人物として知られている。アレクサンドリア図書館の蔵書は非常に早い時期から著者の頭文字のアルファベット順に整理されていたと見られることからカッソンはゼノドトスがこの整理法を作った人物である可能性が 極めて高いと結論づけている。ゼノドトスのアルファベット順整理法はしかし、単語の最初の頭文字のみを使用していた。そして、単語の二文字目以降も、同様の手法を用いて、アルファベット順に整理する方法を適用した人物は、紀元後2世紀まで登場しない。その間、ゼノドトスと、詩人カリマコスは、ピナケスを編纂した。これは、 様々な著者の基地の作品を記載した120巻から、なるという図書目録であった。ピナケスは現存しておらず、アテナヨス等による断片が伝わるに過ぎないが、それによって、基本構造を再構築することが可能である。ピナケスは、著者が特定のジャンルごとに、複数の章に分類されていた。最も基本的な区分は、死と三分の著者の分類であり、 各章はより小さな小説に分類された。各章で著者がアルファベット順に記載されている。それぞれのエントリーには、著者の名前、父親の名前、誕生地、その他の簡単な電気的情報、しばしばその著者が一般に知られているあだ名、それに続いて、その著者のものと知られているすべての著作の完全な一覧が記載されていた。多作な作家、 例えば、アイスキュロス、エウリピデス、ソフォークレス、そして、テオフラストスのような人々のためのエントリーは極端に、長く、テキストの複数の列にまたがっていた。カリマコスは、アレクサンドリアの図書館で、彼の最も有名な作品を成したが、彼が図書館長になったことはない。カリマコスの弟子には、電気作家スミュルナのヘルミッポス、地理研究者キュレネのフィロステファノス、 そして、アッティカの古典作品を研究したイストロスなどがいる。この大図書館に加えて、数多くの小規模図書館もまた、アレクサンドリアのあちこちに設立され始めた。伝説によれば、シュラクサ祭の発明家アルキメデスは、アレクサンドリア図書館で学びながら、水を運ぶポンプ、アルキメデスのスクリューを発明した。ゼノドトスが死去、または引退した後、プトレマイオス2世は、 カリマコスの生え抜きの学生であったロドスのアポロニオスを二代目のアレクサンドリア図書館長に任命した。プトレマイオス二世はまたロドスのアポロニオスを自身の息子プトレマイオス三世の家庭教師に任じた。ロドスのアポロニオスはイアソンとアルゴー号の航海についての序示し、アルゴナウティカの著者として最もよく知られている。この作品は現代まで完全な形で残されている。 アルゴナウティカは歴史、文学に対するにアポロニオスの白色ぶりを示しホメロスの女子誌の文体を模倣しつつ膨大な数の出来事とテキストに言及している。彼の学術的著作のいくつかの断片もまた残されているが現在では一般的に彼は学者としてよりも詩人としてより有名である。伝説によればアポロニオスが艦長を務めていた間に 数学者活発明家であるアルキメデスがアレクサンドリア図書館を訪れた。アルキメデスはエジプト滞在中にナイル川の増水と減水を観察し、これがアルキメデスのスクリューの発明につながった。このスクリューは低い位置の水を考え用水路に輸送するのに使用することができた。アルキメデスは後にシュラクサ祭に帰り新しい発明の開発を続けた。 二つのほとんど信頼することができない伝記によれば、アポロニオスはアルゴナウティカの諸公がアレクサンドリアで敵対的な反響を得たために、図書館長からの辞任とロドストへの移動を余儀なくされたという。実際には、アポロニオスの辞任は全246年のプトレマイオス3世の即位のためである可能性がより高い。地球儀のアフリカ大陸の部分のイラスト。 太陽光線がシエネとアレクサンドリアにあたる二本の光線として描かれている。エラトステネスは図に示されたアレクサンドリアにおける太陽光線と非時計の角度を用いて地球の半径と円周を見積もった。三代目の図書館長キュレネのエラトステネスはその科学的研究によって今日最もよく知られているが文献学者でもある。エラトステネスの最も重要な業績は ジョバグラフ化である。これは元来三冠本であった。この作品自体は現存していないが、数多くの断片が、後の地理学者、ストラボンの著作中での引用を通じて保存されている。エラトステネスは、地理学と地図作成に数学を適用した最初の学者であり、彼の著作、地球の測定についての中で地球の演習を、数百キロメートル以下の誤差で計算した。 エラトステネスはまた基地の世界全体の地図を作成した。この地図にはアレクサンドロス3世のインド遠征の記録とプトレマイオス町のゾウカリ遠征隊によるアフリカ東海岸沿いの記録を含むアレクサンドリア図書館が保持していた資料から得られた情報が組み込まれた。エラトステネスは地理学を科学分野へと前進させた最初の人物であった。エラトステネスは ホメロスの序子詩の設定は完全に空想のものであると考えており、詩の目的は実際の出来事について歴史的に正確な説明を与えることではなく魂を捉えることであると主張した。ストラボンはもし男が風のヤギ側を縫う各職人を見つける時が来たならば、彼はオデュッセウスが流浪した場所を見つけるかもしれない、というエラトステネスの皮肉なコメントを引用している。 その間、アレクサンドリア図書館の他の学者たちもまた、科学的問題への興味を見せていた。エラトステネスの同時大臣であるタナグラのバッキオスは、ヒポクラテス全集の医学的著作に編集と注釈を行っている。医師、ヘロフィロスとエラシストラトスは、人体解剖学を研究したが、人体の解剖を不道徳とみなす抗議によってこれは、阻まれた。ガレノスによれば、 この頃プトレマイオス三世は、アテナイにアイスキュロス、ソフォークレス、そしてエウリピデスの原本の貸し出し許可を要請した。アテナイはこれに対して、返却を確実にするために15タラントンの貴金属という巨額の保証金を要求した。プトレマイオス三世はオリジナルをアレクサンドリア図書館に保管し、最高品質のパピルス紙で高価な写本を作成して、それをアテナイに送り、 アテナイ人に対して、これで彼らの知恵を保管することができると伝えた。この物語は、プトレマイオス朝時代のアテナイに対する、アレクサンドリアの力を示すものとご解釈されるかも、しれない。この内容は、アレクサンドリアが本土とファロス島の間にある、東西両方向の貿易に適した港であり、設立後すぐに、国際的な貿易ハブとなり、パピルスと、すぐ後には、 書籍の主要な生産者となったという事実から生じている。アレクサンドリア図書館の拡張に伴い、集めた巻物を保管するスペースがなくなったため、プトレマイオス3世の治世中に、王宮そばにあった、グレコエジプトの集合神、セラピスの神殿、セラペウムに、姉妹館が開かれた。これは、王宮そばにあった、現代のアレクサンドリアのセラペウムの遺跡。 アレクサンドリア図書館本館の場所が足りなくなった後、ここに収集物の一部が移された。ビュザンティオンのアリストファネスは、全200年前後のどこかの時点で4代目の図書館長となった。ローマ人の著作家ウィトルウィウスによる伝説の記録によれば、アリストファネスは、プトレマイオス3世が主催した詩の大会で、任命された7人の審判のうちの1人であった。 他の審判6人全員がある参加者を選んだとき、アリストファネスは、皆が最も称賛しなかった人物を選んだ。アリストファネスは、自身が選んだ、以外のすべての詩人が盗作を犯したため失格で、あると宣言した。プトレマイオス三世がアリストファネスに、その証明を求めたので、彼は保管場所の記憶に頼って、図書館から彼らが表説した文章を探し出した。 その印象的な記憶力と勤勉さから、プトレマイオス三世はアリストファネスを図書館長に任命した。ビューザンティオンのアリストファネスの図書館長就任は、アレクサンドリア図書館の歴史の乱熟期の開始であると、広く考えられている。図書館の歴史の、この段階において、文芸評論がアレクサンドリア図書館の学術的な成果で、支配的になった。 ビューザンティオンのアリストファネスは、それまでは3分のように書き付けられていた詩のテキストを編集し、ページ上において詩を書く行に分割する手法を導入した。彼はまた、ギリシア語の発音記号体系を発明し、実書学において重要な作品を書いた。こうして一連の文芸評論の流星が始まった。彼は多くの演劇の紹介を書き、 そのうちのいくつかが部分的に書き直されて現存している。五代目の図書館長はアポロニオスという名の詳細がわからない人物であり、彼は形態分類者という属称で知られている。ある後期の辞書学的資料は、この属称を音楽的形態に基づいた詩の分類によるものとして言及している。前2世紀初頭の間、複数の学者たちが、 アレクサンドリア図書館で医学を研究した。ゼウクシスという経験主義者はヒポクラティス全集のための仲介を書いたとされており、彼は図書館の蔵書に加える医学書を獲得するために働いた。プトレマイオスエピテテスという名前の学者は伝統的文献学と医学にまたがる主題であるホメロスの死における不詳についての著作を書いた。しかしながら、全2世紀初頭の間には、 プトレマイオス朝の政治的権力が衰退を始めていた。前217年のラフィアの戦いの後、プトレマイオス朝の権力は不安定さを増し、前2世紀の前半にはエジプト人の反乱によって上エジプトの大部分が分離した。プトレマイオス朝の統治者たちはまた、彼らの王国のギリシア的側面よりもエジプト的側面を強調し始めた。その結果、 多くのギリシア人の学者たちが安全な国と気前の良いパトロンを求めてアレクサンドリアを離れ始めた。サモトラ家のアリスタルコスは第六代の図書館長である。彼は古代の学者の中で最も偉大であるという評判を集め古典的な詩や三文作品の本文工程を行うのみならず完全なヒポムネーマタをそれらに加えた。これらの仲介では 典型的な古典テキストの一節を引用し、その意味を説明し、使用されている記号を定義し、そしてその節の中で使用されている単語が、真に原作者が使用したものであるか、後に写本作成者によって追放されたものであるかどうかは、コメントされている。彼は、様々な研究、とりわけ、ホメロスの序示詩について、業績を立て、彼の論説は、権威あるものとして、 古典古代の著作家によって広く引用された。ヘロドトスの歴史についてのあるアリスタルコスの仲介の一部はパピルスの断片が発見され現存している。しかし、前145年、アリスタルコスは王朝の権力闘争に関わり、その中でエジプトの支配者としてプトレマイオス7世を支持した。プトレマイオス7世はプトレマイオス8世によって殺害され、その地位は 彼が継承した。プトレマイオス8世は即座にプトレマイオス7世の支持者すべてを処罰し始め、アリスタルコスはエジプトからの逃亡を余儀なくされて、キプロス島に避難し、ほどなくしてその地で死亡した。プトレマイオス8世はすべての外国人学者をアレクサンドリアから追放し、彼らは当地中海各地へ分散を余儀なくされた。プトレマイオス8世によるアレクサンドリアからの 学者たちの追放は、ヘレニズム時代の学問の歴史の転換点となった。アレクサンドリア図書館で研究していた学者たちと、彼らの学生は研究と著作活動を続けたが、彼らの多くはもはやその研究において、アレクサンドリア図書館と関係を持っていなかった。アレクサンドリアの学者たちのディアスポラが起きると、学者たちは、当地中海全域に分散し、後には、西地中海へも、 同様に移動した。アリスタルコスの学生、ディオニュソスタラクスは、ギリシャのロドス島に学校を設立した。ディオニュソスタラクスは明確かつ効果的に話すための、初のギリシア語の文法書を書いた。この本は12世紀に至るまでギリシア語を学ぶ、学生たちの主たる、文法教科書として使用され続けた。ローマ人はこれを文法的に正しい執筆の、基準として用い その基本的な書式は今日においても多くの言語の文法指南書の基礎として残っている。アリスタルコスの別の弟子、アテナイのアポロドロスは、アレクサンドリアの有力なライバルであるペルガモンに行き、そこで教育と研究を行った。歴史家、バルカのメネクレスは、このアレクサンドリアからのディアスポーラについて、アレクサンドリアがすべてのギリシア人と同じくすべてのバルバロイの教師となった。 という日肉を言った。その間、アレクサンドリアでは、前2世紀半ば以降から、プトレマイオス朝のエジプト支配が、それまでよりも不安定化した。増大する社会不安とともに、その他の重要な政治的、経済的問題に直面し、後期プトレマイオス朝の王たちは、前任者たちが持っていた水準で、アレクサンドリア図書館と無声音に対する関心を注ぐことはなかった。 図書館自体と図書館長の地位は共に低下した。後期プトレマイオス朝の幾人もの王が忠実な支持者に対する単なる報酬として図書館長の地位を使用した。プトレマイオス8世は自身のこの衛兵であったキュダスという名の人物を図書館長として任命し、プトレマイオス9世はこの地位を自身の政治的支持者たちに与えたと言われている。最終的に アレクサンドリアの図書館長の地位は、かつての名声を喪失し、同時代の著作家でさえも、個々の図書館長の人気に興味を持たなくなった。ギリシアの学問は、全一世紀頃に、大々的に変化した。この頃までに、主だった古典史のテキストは標準化されており、古代ギリシアの主要な著作家すべての文章について、広範な仲介が、すでに制作されるに至っていた。 このため、学者たちがこれらのテキストに独自の研究を行う余地はほとんどなくなっていた。多くの学者たちが彼ら自身の独創性を発揮することなく、アレクサンドリアの学者たちがそれまでに作成していた注釈の総括と手直しを始めた。他の学者たちはここから分岐し、カリマコスやロドスのアポロニオスのようなアレクサンドリアの学者たちを含む、 古典期以降の施策についての仲介を書き始めた。この間、全一世紀にアレクサンドリアの学問は、ディオニュソスタラクスの学生アミソスのテュランニオンによって、おそらくローマに導入された。ローマの将軍ユリウス・カエサルは、全48年のアレクサンドリア包囲の最中に、自らの船に火をつけることを強いられた。 多くの古代の作家がこの日が燃え広がり、アレクサンドリア図書館のコレクションの少なくとも一部を焼いたと報告している。しかし、図書館は少なくとも一部は生き残ったか、あるいは速やかに再建された。ローマの内戦最中の全48年、ユリウス・カエサルはアレクサンドリアで包囲された。カエサルの兵士たちは自分たちの船に火を放ち、海を封鎖している。 クレオパトラ7世の兄弟プトレマイオス14世の艦隊を一掃しようとした。この日は死の港に最も近い区域まで燃え広がりかなりの被害をもたらした。1世紀のローマの劇作家でストア派の哲学者であったショーセネカはリブユウスのローマ建国史からこのカエサルによる火災がアレクサンドリア図書館の4万巻の巻物を破壊したという言葉を引用している。 ギリシア人のシンプラトン主義者プルタルコスはカエサルの生涯において敵は彼の海との連絡を断とうとし彼は危険を避けるために自らの船に火をつけることを余儀なくされたその後火は港を焼き尽くしそこから燃え広がってあの大図書館を破壊したローマの歴史家カッシウスディオはしかし多くの場所で火がつけられその結果 他の建物図体にドックヤード、石造りの穀物庫、そして膨大な数があったと伝えられる最高級の書物が焼けた。と書いている。しかしながら、フロールスとマルクスワンナエウスルカヌスは、炎が艦隊を焼き尽くし、いくつかの海に近い家々も焼いた、とだけ言及している。学者たちは、カッシウスディオの著述を実際には、図書館自体が燃えたのではなく、 アレクサンドリア図書館が巻物を収納するために使っていたドックス場の倉庫が燃えたのだと解釈している。カエサルのつけた火がいかなる破壊をもたらしたとしても、アレクサンドリア図書館は明らかに完全な破壊は被っていない。地理学者ストラボンはカエサルによる火災から数十年後の前20年頃、アレクサンドリアの無声音を訪問し、この大研究機関に 図書館が付属していることに言及している。これはすなわち、図書館は火災を生き延びたか、火災後すぐに再建されたかのどちらかであることを示している。にもかかわらず、ストラボンの無声音についての語り方は、それがもはや数世紀前に持っていたのと同じような、名声を持っていなかったことを示している。ストラボンは無声音に言及するにもかかわらず、 その付属図書館には個別に言及していない。おそらくこれはアレクサンドリア図書館がその規模と重要性を劇的に縮小させており、ストラボンがこれを個別に言及する必要を感じなかったことを示している。ストラボンの言及の後、無声音に何が起こったのかは不明である。また、プルタルコスのマルクス・アントニウスの生涯の記録によれば、 全31年のアクティウムの開戦までの数年間にマルクス・アントニウスはクレオパトラ7世にペルガモント書館の20万巻の蔵書全てを与えたと噂された。プルタルコス自身はこの逸話について彼が用いた記録は時に信頼できないものであり、この物語はマルクス・アントニウスがローマではなくクレオパトラ7世とエジプトに対して 忠実であると見せるための宣伝でしかないかもしれないと述べている。カッソンはしかし、もしこの物語が創作であるとしても、少なくともアレクサンドリア図書館が未だ存在していたことは信じられると主張している。アレクサンドリア図書館が全48年後も残っていたさらなる証拠は、全1世紀末からあと1世紀前半の間の総合的仲介の 最も特筆すべき作成者が、アレクサンドリアで研究していたディデモス・カラケンテロスという学者であったという事実である。ディデモスは3500から4000もの本を作り、すべての古代の著作家の中で最も著名になったと言われている。彼はまた、本を忘却するものという意味のビブリオラテスというあだ名も与えられている。なぜならば、彼自身でさえ、 自分の書いたすべての本を思い出すことができなかったと言われているからである。ディデモスのいくつかの仲介の一部は、後世の抜粋の形で現存しており、これらは、現代の学者にとっても、それ以前に、アレクサンドリア図書館にいた学者たちの批評作品についての最も重要な情報源である。ライオネルカッソンは、ディデモスの驚異的な著作数は、 彼が図書館資料の大部分を自由に利用できなければ不可能であっただろうと述べている。このラテン語碑文はローマのティベリウス・クラウディウス・バルビルスについて8行目でアレクサンドリーナ・バイブリオテスと言及している。原種制下ローマ時代のアレクサンドリア図書館についてはほとんど知られていない。クラウディウス帝はアレクサンドリア図書館を増築したと記録されているが、この図書館自体は アレクサンドリア氏自体の崇勢と運命を共にしたと思われる。アレクサンドリアがローマの支配下に入った後、この都市の地位は徐々に低下し、その結果として図書館も次第に縮小した。無声音は未だ存在していたが、その一員たる資格は学術的成果ではなく、むしろ政治、軍事、または運動競技における栄光に基づいて授与されていた。図書館長の地位についても、 明らかに同様であった。ローマ時代のアレクサンドリア図書館長は、ティベリウス・クラウディウス・バルビルスという人物しか知られていない。彼は一世紀半ばに生きた政治家、行政官、軍官であり、重要な学術的業績は記録されていない。無声音の声音ももはや、教育、研究活動、そしてアレクサンドリアに住むことすら必要とされていなかった。ギリシア人の著作家、 フィロストラトスの記録では、ハドリアーノステイは、民族学者ミレトスのディオニュシオスと、哲学者ラオディキアのポレモンを、無声音の一員に任命したが、両者とも意味のある期間アレクサンドリアで時を費やした、ことは一度としてない。アレクサンドリアの学術的名声が低下する間、地中海世界各地の図書館の名声は高まり、最も重要な図書館としてのアレクサンドリア図書館の、 往年の地位も失墜した。こうした新しい図書館の中には、アレクサンドリア市内に新たに立ち上がったものもあり、アレクサンドリア図書館の蔵書はおそらくこうした小さな図書館に転用されたかもしれない。アレクサンドリアのカエサリウムとクラウディアヌムは共に、一世紀末までには重要な図書館が設置されていたことが知られている。古代史学者エドワード・ J ワッツによれば、 セラペウムにあった元々のアレクサンドリア図書館の島遺憾はおそらくこの時代に同じように拡張された。2世紀までにローマ帝国がアレクサンドリアからの穀物への依存度を低下させるとアレクサンドリア図書館に対する注目度はさらに低下した。この時代の間、ローマ人はアレクサンドリアの学問にも興味を失っていたためアレクサンドリア図書館の評判も 同様に低下し続けていた。ローマ帝国時代にアレクサンドリア図書館で研究や勉強をしていた学者はプトレマイオス朝時代に比べてあまりよく知られていない。最終的にアレクサンドリア人という用語自体がテキスト編集者、肯定者そして古い学者たちの業績を統合し注釈をつける人を意味するようになった。これは別の言い方をすれば、言学、単調さ、 独創性の欠如を示している。アレクサンドリア図書館と、それを含む無声音の双方への言及は3世紀半ばを過ぎるとなくなる。現在知られている限り、無声音の一員である学者への最後の言及は260年代のものである。272年、アウレリアの住みかはパルミュラ帝国の女王、ゼノビアの軍からアレクサンドリアを奪回するために戦った。 この戦いの最中、アウレリアヌス軍は、アレクサンドリアの図書館があった、ブルケオン地区を破壊した。もし、無オ音と図書館がこの時まだ存在していたならば、同様にこの攻撃によって破壊されたことは、ほぼ確実である。万が一この攻撃の後も、無オ音と図書館が生き残っていたとしても、その後のディオクレティアヌス帝による297年の、 アレクサンドリア包囲において破壊されたであろう。アレクサンドリア世界年代史に描かれたアレクサンドリア史教テオフィロスの図。ゴスペルを手に持ち、意気揚々とセラペウムの上に乗って立っている。391年。資料で散発的に言及されることから4世紀のいずれかの時点で無声音と呼ばれる期間がアレクサンドリアのどこか別の場所で再建された可能性がある。 しかし、この組織について、具体的なことは何一つ知られていない。この組織は、文献資料をいくらか保有していたかもしれないが、それが、どのようなものであれ、明らかにかつての大図書館と被験するようなものでは、なかった。四世紀後半の大部分において、セラペウムの図書館はおそらく、アレクサンドリア市内の図書館で最大の増書を、抱えていた。 370年代と380年代には、セラピウムは、未だヒキリスト教徒の重要な巡礼地であった。セラピウムは、アレクサンドリアで最大の増書を保持していることに、加えて、神殿としての完全な機能を維持しており、哲学者たちが教育を行う教室さえその中に、備えていた。シンプラトン主義者インブリコスの支持者たちはそれに、引き付けられた。 こうした哲学者たちの大部分は主としてカルト的儀式と難解な宗教的実践の研究に興味を抱いていた。シンプラトン主義の哲学者ダマスキオスはキリキアから来たオリュンボスという男がセラペウムで講義を行い、熱心に学生たちに伝統的な神の崇拝と古代の宗教的実践の役割について教えたと記録している。 彼は生徒たちに古い神々を伝統的な方法で崇拝することを禁じた。また、テウルギアを教えていた可能性もある。391年、アレクサンドリアのキリスト教徒労働者の一団が古いミトラエウムを発見した。彼らはいくつかの宗教的な品々をアレクサンドリアのキリスト教会司教テオフィロスに渡した。テオフィロスは軽蔑視聴笑するようにこの宗教的な 品々を持って通りを練り歩いた。アレクサンドリアの非キリスト教徒たち、特にセラペウムのシンプラトン派哲学の教師たちは、この冒頭的行為に刺激された。このセラペウムの教師たちは武器を取り、学生たちとその他の支持者を率いて、アレクサンドリアのキリスト教徒に対してゲリラ攻撃を仕掛け、勢いのあるうちにその多くを殺害した。報復の中で、キリスト教徒たちは、 セラペウムを略奪し壊滅させた。ただし、コロネードの一部だけは12世紀まではその場に立って残されていた。しかし、このセラペウムの破壊の記録の中に、この神殿の図書館について言及するものは全く存在しない。また、破壊以前に書かれた書資料はこの神殿の蔵書について過去型で語っている。これはおそらく破壊時には、 すでに重要な巻物の蔵書が存在していなかったことを示している。チャールズ・ウィリアム・ミッシェルの作品、キューパティア。チャールズ・キングスレイの1853年の小説、キューパティアの場面を描いたものだと考えられている。10世紀のビザンツ帝国の辞典である、スーダ辞典は、数学者のアレクサンドリアのテオンを、無声音の人と呼んでいる。しかし、 古典学者エドワード・ J ・ワットによれば、テオンはおそらくかつて、アレクサンドリア図書館を保持していたヘレニズム時代の無声音を模倣した、無声音と呼ばれる学校の長であり、両者の間には名称以外ほとんどつながりはなかった。テオンの学校は閉鎖的かつ高い名誉を持っており、その心情は保守的であった。テオンとヒュパティアはどちらもセラピペウムで教えていた、抗戦的な イアンブリコス派新プラトン主義者たちとは何の関係もなかったと思われる。むしろ、テオンはイアンブリコスの教えを拒否していたように見え、純粋なプロティノスの新プラトン主義を教えることに誇りを持っていたかもしれない。400年頃、テオンの娘、キューパティアが彼の学校の長の地位を継承した。彼女は父のようにアンブリコスの教えを拒否し、 プロティノスが定式化したオリジナルのシンプラトン主義を強く信奉していた。セラペウムの破壊を命じた司教、テオフィロスはヒュパティアの学校に対しては寛容であり、彼女の学生のうちの2名に自身の管轄地域の司教になるように進めさえした。ヒュパティアはアレクサンドリアの人々に非常に人気があり、深い政治的影響力を及ぼしていた。テオフィロスは アレクサンドリアの政治的構造を尊重し、ヒュパティアがローマ人の総督との間に構築した密接な関係にも意義を唱えることはなかった。ヒュパティアは後にローマのアレクサンドリア総督オレステスとテオフィロスの死教位を継承したアレクサンドリアのキュリロスの政治的摩擦に関与した。ヒュパティアがオレステスとキュリロスが和解するのを妨げたというデマが広まり、 415年3月、彼女はペテロという名の図教者に引きられたキリスト教徒の群衆によって殺害された。彼女の学校の長を継ぐ後継者はなく、その死後、学校は解体した。ただし、それでもヒューパティアがアレクサンドリアの最後の異教徒であったわけでも、最後のシンプラトン主義の哲学者であったわけでもない。シンプラトン主義と異教は共にアレクサンドリアと、 さらには、当地中海全域で、彼女の死後数世紀にわたって生き残っていた。イギリスのエジプト学者、シャルロット・ブースは、ヒュパティアの死後間もなく、アレクサンドリアのコムエルディッカに、多数の新たな学問的行動が建設されたことは、哲学が、確かに、アレクサンドリアの学校で教え続けられていたことを示していると書いている。5世紀後半の著作であるザカリアス・スコラティクスと、 ガザのアエネアスは共に無声音についてある種の物理的な空間を占めるものとして語っている。考古学者たちはこの近郊の地域、この時代に年代付けられるの行動を特定しているが、しかしその遺跡はプトレマイオス町の無声音ではない。あるいはこれはこの著作家たちが言及する無声音であったかもしれない。642年、アレクサンドリアは、 アムルブンアルイコールアース率いるムスリムの軍隊に征服された。後世のいくつかのアラビア語資料がアレクサンドリア図書館がカリフのウマル分ハッター部の命令によって破壊されたと説明している。13世紀に著作活動を行ったバルヘブはウマルがヨハネス・フィロポノスに言った。もしその書籍の数々がクルアーンと合致するならば我々には不要だ。 もしそれがクルアーンと反するならば、それは破壊せよという言葉を引用している。1713年に、この件について、見解を述べた聖職者、ウジェーヌルの道を含む後世の学者たちは、物語が書き留められるまでの時間的見学の大きさと、様々な著作者の政治的動機を考えて、これらの物語に会議的である、いかなる時代についてでも、 アレクサンドリア図書館の蔵書規模を確定することは不可能である。パピルスの巻物がこのコレクションを構成していた。冊子は全300年以降使用されていたが、アレクサンドリア図書館が記録媒体を用紙に切り替えた記録は全くない。おそらくこれはこの図書館がパピルスの取引と強いつながりを持っていたからである。 一本の著作が複数の巻物に書かれていたと想像され、この分割された写本を自己完結的な本にすることは編集作業の主要な側面であった。王・プトレマイオス2世は50万本の巻物を保有することをアレクサンドリア図書館の目標の一つにしたと言われている。アレクサンドリア図書館の目録、すなわちカリマコスのピナケスは 少数の断片としてのみ現存しており、蔵書の規模と多様性がどのようなものであったのかについて正確に知ることはできない。50万巻とも言われていたアレクサンドリア図書館の蔵書について歴史家たちは正確な数値を議論しているが、見積もりは最大で40万巻、最も保守的な見解では4万巻ほどである。この膨大な蔵書は巨大な保存スペースを必要とした。 研究機関としてのアレクサンドリア図書館は、数学、天文学、物理学、自然科学、その他の分野の新たな作品の山を築いた。そこでは、実証的基準が適用され、初めての、そして最も強力な本文批評の拠点の一つであった。同じ文章について、しばしば複数の異なる版があったので、比較による本文批評はそれらの正確性を確保するために、 重要であった。アレクサンドリア図書館長は少なくとも初期において、プトレマイオス朝の王から任命され、王族への信仰を行う名誉ある地位であったと見られる。しかし、歴代の図書館長の完全なリストを再構築することはできない。初期の図書館長についてのみ、ビザンツ帝国時代の古典学者チェチェスが残したアリストファネス除雪と近代に発見された。 オクシュリンコスパピルスの記録の対象、研究によって、以下のような一覧が作られている。エフェソスのゼノドトスロドスのアポロニオスキュレネの、エラトステネスビュザンティオンのアリストファネスアポロニオス、エイドグラフォスサモトラケのアリスタルコスキュダスこの一覧は、ほぼ定説となっているが、実際に明確に、図書館長という公的な役職が存在したことを証言する記録は、 ビザンツ時代のテゼスがエラトステネスを書物の番人、本の管理者であったとするもののみで、実際にそのような役職があったのかどうか、またその職権がどのようなものであったのかについて、確実なことはわかっていない。また、図書館総研の着想を出したとされるファレロンのデメトリオスがこの一覧にいないことについて、エルアバディはデメトリオスの時代には未だ、 公式の図書館朝食がなく、彼の地位は、図書館自体の創設計画を遂行するために、プトレマイオス一世が与えた特別なものであり、後の図書館朝食とは異なるものであったという、見解を出している。ヤフヤア・アルアシティの1237年のイラスト、バグダードのアッバース町の図書館にいる、アラブ人の学者たちを描いている。アレクサンドリア図書館は、 古代世界の最も名誉ある図書館の一つであったが、唯一無二の存在という立ち位置からは、ほど遠い存在であった。ヘルニズム時代の終わりまでに、東地中海のほぼすべての都市が公共図書館を持っており、図書館の数は増加し続けた。4世紀までに、ローマ市だけで少なくとも24を超える図書館が存在していた。古代末期、ローマ帝国がキリスト教を消し始め、 アレクサンドリア図書館や、その他の初期、異教時代の大図書館を直接模範とした、キリスト教徒の図書館がギリシア語圏である、ローマ帝国の東部全域に設立され始めた。こうした図書館の中で最大かつ最も有名なものに、カエサレア・マリティマの神学図書館、エルサレム図書館、そしてアレクサンドリアのキリスト教図書館があった。これらの図書館は、 異教とキリスト教の著作双方を共に並べて保持しており、キリスト教徒の学者たちは、ユダヤ教、キリスト教の聖典に、アレクサンドリア図書館の学者たちがギリシア語の古典を分析するために使用していたのと同じ、哲学的技術を適用した。にもかかわらず、異教徒の著者たちの研究は、ルネサンスの時代まで、キリスト教聖典の研究に対して、第二線の扱いのままであった。 皮肉なことに古代の文書の残存には古代のこれらの図書館は何ら寄与していない。そのすべては最初はローマ時代の専門職の書記官たちによってパピルスに後には中世の修道士たちによって用皮紙の上に重労働によって副写に副写を重ねられたことで後世に残された。現代の新アレクサンドリア図書館のインテリア古代のアレクサンドリア図書館を現代に 復活させるという着想は1974年に当時のアレクサンドリア大学学長のロトフィドーイダーによって初めて提案された。1986年5月、エジプトはユネスコ理事会に国際機関によるこの計画の実現可能性調査の実施許可を要請した。これはユネスコの調査開始と計画の実現に向けた国際社会の参与に結びついた。 1988年からユネスコと UNDP はこの図書館のための国際設計協議の支援を行った。エジプトは4ヘクタールの土地をこの図書館のために提供し、アレクサンドリア図書館のための国家高等委員会を設立した。エジプト大統領ホスニームバーラクはこの事業に個人的な関心を持ち、計画の遂行に多大な貢献をした。 新アレクサンドリア図書館は2002年に完成し、古代のアレクサンドリア図書館を記念する、現代の図書館、文化センターとして機能している。アレクサンドリア大図書館の使命を受け継ぎ、この新アレクサンドリア図書館も、また、学生に高度に専門的な大学院の学位を取得させるための学校である、インターナショナルスクールオブインフォメーションサイエンスを併設している。その目的は、 エジプトと全中東における図書館の専門職員を訓練することである。ありがとうございます。